田部敦史と佐々木千秋のファントレタイム。皆様こんばんは。マーケティングコンサルタントの矢田部敦史です。皆さん今回もよろしくお願いいたします。女優の佐々木千秋です。さてこのファントレタイムはファン、つまり楽しいことをトレード、みんなで交換したり共有していこうよというコンセプトが元になっている番組です。聞いていただいている皆さんにとってこの番組が少しでも月に2回のお楽しみになっていただけるよう頑張っていきます。よろしくお願いします。補足説明させていただきますと、この番組ではトレンド研究、独自の流行、ムーブメント分析、マーケティングの処方などについて身近なテーマなどの実例を挙げていきながら進めてまいります。私佐々木千秋も一応マーケティング初心者代表としてですね、皆さんと一緒に勉強していければと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、マーケティングとは例えばですね、起業家さんとか実業家さん、まあ何かそういったねビジネスをしている方だけのものではなくてですね、実は一般の方、言い換えると消費者、ラジオを聞いている皆様にも密接に関係しているものになっています。ですのでなんかこれ難しいなとか、なんか私には関係ないんじゃないかなとか、そういうふうにですね感じず肩の力を抜いてですね、なんか面白いことをアイデアになることが聞けるんじゃないかなと思ってお聞きいただければと思います。それではまずは矢田部敦史さんの略歴をご紹介させていただきます。矢田部敦史さんは栃木県のご出身で、東京大学大学院をご卒業後、大手外資系メーカーに就職された後、ファントレ株式会社を創立され、動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で他業種約300社以上のコンサルティングに携わっていらっしゃいます。また現在は美容院、保育園経営なども手掛けられ、今コンサルティング業界では注目を集めている社長のお一人です。そしてお忙しい中、お二人のお嬢さんの保育園の通園をはじめ、イクメン社長としてでも奮闘中でいらっしゃいます。そして私佐々木千秋、日頃はですねドラマや映画に出演させていただいております。他にも現在ですね、佐藤製薬様、リゾン様、他の CM をはじめ、ここ市川うらら FM で言霊アラカルト愛され召し上がれという番組でもレギュラーパーソナリティ務めさせていただいておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では今回もですね、こんな2人で進めてまいります、はい、今回最初のコーナーはトレンド準備室のコーナー。このコーナーは今後広く一般的に活用されたりムーブメントが起こりそうな商品や商材、システムなどについてですね、矢田部さん独自のニュースソースなどからの情報収集に基づいてご紹介いただくコーナーです。さて今回ご紹介いただけるのはどういったものでしょうか。はい、今回はですねご紹介したいのが、はい、LINE アットという、ま、LINE にアットマークつけてですね、はい、LINE アットというんですけど、はい、こちらのですね、はい、LINE アットというものツールがですねマーケティングに使われるようになってきたよという話をしていきたいと思います。ちなみに LINE アットって何ですか。 LINE とはちょっと違うんですか。はい、皆さんもですね、はい、LINE、例えばスマートフォンの中に入って、お友達とか家族とこういうメッセージをやり取りする LINE ってご存知ですよね、はい、実はこの LINE と、まあ、同じ会社がやっているのが LINE アットというのですけど、はい、これはどちらかというと、例えば店舗、何かお店をやっている方が、はい、お客さんとやり取りするもの、もしくはお客さんに、新しいメニューの紹介とか情報を配信するために使えたりですね、はい、事業をしている方が、消費者とやり取りをするためにできるのが LINE アットというものになります。そうなんですね、はい、ごめんなさいね、私がわからないことが多いんですけど、グループ LINE とはまた違うんですかね。ごめんなさい、愚問ですね。はい、ぜひどんどん聞いてください。すいません、ちょっと難しい言葉もあるかもしれませんが、はい、LINE アット、一斉にですね、まあ例えばお店の方が一斉にいろんな人に送信できるという意味では、グループ LINE と似ているところはあるんですけど、はい、基本的にグループ LINE って、まあ、知っている方とかお友達の方とか、家族の方と一緒にやり取りされますよね。はい、ね、はい、LINE アットは、例えば、お店の LINE アットに登録してくれた方100人とかに一斉に送信ができまして、はい、実際にその登録されている方が誰だか、はい、お店側からは分かんなかったりですね、まあ分かるようにすることもできたりするんですけど、まあ、そういった知ってる人同士のグループとはまたちょっと違う。
なるほど、そこの違いがあるんですね。はい、うーん、でラインアップこんな感じでですね、はいはい、まあ、お店をやってる方とか、あ、何か、まあ、企業さんとかですね、今いろんなところで使われているんですけど、はい、特徴としては、はい、やっぱりこれはお客様の LINE とやり取りをするので、ものすごく距離が近いということですね。あ、なるほど、はい、もうすごく近い距離で、はい、お客さんとのやり取りができて、まあ、距離が縮まっていくと。あと何よりもこれは皆さんも同じかもしれませんが、やり取りが楽です。あ、お互いにってことですか。お互いに、そうですね、あのメールのやり取りとはまた違うので、本当にメッセージで返せるし、なんだったらありがとうございますみたいな感じのスタンプを押すだけで、はい、まあ、やっぱりメッセージのやり取りができてしまう。あ、確かにそうですよね、楽ですもんね。はい、あとですね、はい、世代ですね、ユーザー、実は LINE を使っているユーザーは、はい、あのもちろんですね、あの若い方の方が、あの LINE が、使う方、例えば20代とか30代の方の方がですね、はい、使う方多いかなという印象もありますけど、今は、60代70代の方も、はい、LINE っていうのを実は使っておりまして、まあ、例えば私の親なんかは60代なんですけど、はい、やっぱり LINE でやり取りをしていて、まあ、割とこう幅広い年代に、はい、まあ使うことができる、訴求することができるという特徴があります。なるほど、はい、こんなラインアップなんですが、はい、さまざまな場面で使われています。はい、例えば一例を挙げますと、ある専門学校さんはですね、はい、学生さんもしくはこれから入学したい方向けにラインアップを開設していて、でラインアップに登録してくれた学生さんにはですね、はい、まあ、学内のこう新しい情報だとか、まあ、学内でこういうものを販売し始めましたとか、こういう新しい施設ができましたという情報をですね、はい、配信していて、で新しい講座講義がですね、はい、学校内で開かれる時なんかは、はい、ラインアットに流すと すごくまあ、短期間でその生徒たちが集まってくれると。あ、なるほど、わざわざ掲示板見に行くみたいなこともないんですね。そうなんです。もうまさにですね、佐々木さん本当におっしゃっていただいたように、はい、掲示板で今までは言っていたのを、ね、はい、こちらから、ご連絡できると。あ、こういったのもできるようになります。そういうことなんですね。紙にね貼られてるの見に行ってましたけどね、はい、あ、すごい楽ですよね、それ使う人もね、使われる、ね、そうなんです、使われる方も楽ですし、例えば保育園、私の会社でもやってますけど、保育園で、まあ、保護者さんに今までは連絡帳とか掲示板でお伝えしていたのを、はい、やはりこうラインアットで、まあ、配信して、はい、かつ向こうからの質問もですね、はい、LINE で質問ができるので、保護者の方からも質問がしやすくなっていると。なるほど、はい、まあ、そういったことがありまして、さらにこう一般の生活に密着した、はい、例を挙げますと、ある電力会社さんはですね、はい、やはり電力会社で、どのぐらい自分の家が電力を使っているんだろうって、お客さんとしてはですね調べたいですよね、はい、で今まではこう自分インターネットに行って自分のマイページを見て調べるとか、はい、電話をして聞いてみるとか、まあ、そういったことが一般的だったんですけど、はい、今実はですねその LINE アットで、電力って聞くとですね、はい、自分の使っている電力もしくは 電気料金がどのぐらいいってるかっていうのを確認することができたりするんです。そんなことまでできちゃうんですか。はい、これはですねやはり問い合わせをたくさん受けないといけなかった電力会社側としてもそれをぐっと減らすことができますし、まあ、やっぱり、一般消費者さんも簡単にこうね、気軽に聞くことができるっていうのはすごく、そうですね、使い勝手がいいですよね。はい、はい、同じような理論で、はい、ある携帯会社さんもですね、携帯の料金をこう調べられたり、わからないことを聞くと LINE アットで答えてくれたりして、あ、なんて嬉しいサービス。質問がしやすくなったり、あ、そうなんですね。あと最近ですと輸送に関わる事業ですね。あ、そうなんですか。はい、でも使われ始めていて、はい、例えばその何かが送られてきていなかった、そうすると再配達をお願いしますよね、はい、これが結構大変で、まあ、電話したりインターネットで申し込んだりするんですけど、はい、これはですね、まあ、電話する側も、まあ、輸送する側もですね、はい、結構やり取りが大変なんですけど、今 LINE アットでいついつ何時に、何をこう配達してくださいっていうことでですね、はい、まあ、コミュニケーションの円滑さを図ってすごくこう問い合わせにかかっている時間とか、そういったコストが減ったよというような事例もあります。はあ、そうなんだ。
なんですね。はい、今後もですね、はい、この LINE アットの活用はもうどんどん進んでいくだろうと、はい、言われておりまして、皆様もですね、はい、ぜひこうマーケティングを考える時にですね、LINE アットってものがあったんだよ、うんうんうん、あるんだよっていうことをですね思い出していただければなと思います。ありがとうございます。こう、ね、私たちの生活に密着したところにもいろんなこう LINE アットっていうのも実は使用されてるよっていうのを今日知ることができまして、はい、あ、なんて楽なことを知らなかった私はというふうな感じでしたね。すごく貴重な情報でした。ありがとうございます。はい、ぜひ参考にしてください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。このコーナー発信のものが今後トレンドになっていけばまさに準備室だと思っております。以上、トレンド準備室のコーナーでした。続いてのコーナーはお菓子懐かし流行通信ということで、同世代の私と矢田部さんが最初に流行トレンドに触れた1980年代後半から遡ってきまして、その年起こった出来事や流行にタイムスリップしながら現代の流行や世相と比較するプチオンコ知心のコーナーです。はい、今回1ヶ月このコーナー空いてしまいましたが、実は私も矢田部さんも楽しみにしておりますので、はい、はい、早速振り返っていきたいと思います。はい、今回はですね1994年、うん、平成6年の主だった出来事からご紹介させていただきます。はい、まず細川森博首相が辞任され、畑勉内閣が発足しました。うん、で畑内閣総辞職され、自社させ連立政権の村山富市内閣が発足、自民党与党に返り咲きました。松本サリン事件が発生したのもこの年です。宇宙飛行士の向井千秋さんがスペースシャトルコロンビアで宇宙へ飛び立つ、まあ、日本人初の女性宇宙飛行士と、ね、はい、なりましたね。うん、そして関西国際空港の開港、あとはプロ野球オリックスのイチロー選手が史上初の年間200本安打を達成されました。はいはい、この時ですね。はい、そして大相撲では貴乃花が横綱に昇進するという、ね、出来事もありましたね。はい、はい、あとゲーム、ソニー初の家庭用テレビゲーム機、ね、はい、プレイステーションが発売。うん、懐かしい、これはすごくよく遊びましたね。そうですよね。はい、あとは、F1 レーサーのアイルトン・セナがレース中の事故で死去されました。あと北朝鮮の国家主席であるキム・イルソンが死去されたのもこの年です。はい、続いてはですね1994年の主だった日経ヒット番付に沿ってお話ししていきたいと思います。はい、はい、1994年ということで、まあ、私矢田部さん10歳、まあ、小学4年生くらいだったんですけれども、ね、はい、はい、この1994年はですね、まず横綱から小結びのところちょっと気になったところがバーゲンブロー。バーゲンブロー、はい、うん、ご存知ですか。ですね、はい、これは僕は実は知らなかったんですけど、うん、ビール、ビール、うん、ダイエー発売のベルギー産のビール、はいはいはい、うん、今またねあのビールブームといいますか、はい、クラフトビール、うん、そうですね、まあ、ちょっと流行ってきてるなと思うんですけど、はい、この頃にすでにこうベルギー産のビールってのは、ね、流行ってたんですね。ね、しかもちょっと安いなんてね話もあって、あ、はいはい、で今もあるそうなんですよ。あ、そうですね、はい、ダイエーさんの方で、はい、はい、あるということで、ね、根付いておりますね。はい、はい、そして、低価格の、まあ、PB 商品といわれる、いわゆるプライベートブランドのコーラが、ね、はいはい、出始めたんだそうです。うん、ちょっとやっぱりね安いといいますか、うん、プライベートブランドで安いですよ ね、 はい、あとはまあ携帯電話ですね。すごいですね、はい、この時代です。ちょうど10歳、そうですね、 それくらいに持ってる人が、まあまあ、いたからくらいのちょっとおしゃれというか、あ、そうですよね、すごいなイメージでしたよね。うん、あとはまあ家庭用32ビットゲーム機プレイステーション、セガサターン、あー、これはですね、はい、遊びましたね。遊びましたか。やっぱやりすぎちゃいけないと分かっていながら、どうしてもねあの、うん、この当時のプレイステーションってこうパコって開いて、はい、でそこに CD を入れて、はい、パコって閉めて、はい、ウィーンって回すっていうね。そうですね、懐かしいですねちゃんとあの上からポンって押してあげないと蓋がパッと開いちゃうんですよね。そう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 なんですよね、あれね、 今だとちょっとあのもう珍しいと言いますか、はい、なかなかないですけどね。そうでしょうね、絶妙な締め方とか、まあ、ちょっと締めすぎて壊しちゃったりとか、はい、ありましたね。ありましたね、懐かしいな。はい、で続いて前頭、はい、はい、朝日お茶どうぞ16茶、16茶、はい、もう今で言う16茶です。娘も大好きで16茶そうなんですか。ここからなんですね。へえ、
うん、まあね、あの今は16社ということでね、はい、ありますが、あとは定期借地権付き住宅、うん、今だともう当たり前のように聞くようになりますけど、そうですね、この頃からということですね、うん、そうですね。あとは水、水、はい、ペットボトル入りの水が販売されたそうです、はい、確かに、この頃私たちもあれですよね、どっちかというと水道で、はい、そうですね、水道の水をガブガブ飲んでおりました、飲んでましたよね、水を購入するなんて、はい、ね、ちょっとだけこうもったいないんじゃないかなと、うん、ちょっとね、はい、あんまり考えたこともなかったんですが、今だともうどっちかというとペットボトルでね買うようになって、うん、そうですね、実は水だとですね、はい、日光、私の栃木県の、はい、まあまあ、ふるさとと言いますか、はい、栃木県の日光ってあるんですけど、はい、日光の水はですね、はい、すごく美味しくて、そうなんですか、なんです、うちの祖父の家が日光にあったんですけど、はい、まあ、そこの水道の水を飲むのがすごい楽しみだったって、やっぱちょっとご自宅とはまたちょっと違った、はい、そうですね、味だったんですかね、はい、いや、もうやっぱ美味しいなって、これ子供ながらに思ったんですけどでも子供が思うってことは相当ね美味しかったんでしょうね、そうですね、まあ、そういったこうね美味しいいろんなところの水をこうペットボトルに飲めるようなイメージですかね、うん、そうですよ ね、まあ、そうですよね、水結構衝撃的でした、はい、あとはまあ横綱という松下電器産業の横長テレビが、まあ、ハイビジョンに向けて発売されたということ で、 このなんです、ね、はい、大きめのねサイズのテレビですよね、はいはい、あとは CC レモン、うん、まあ、サントリーさん出されてるものなんですが、うん、この年に発売されたそうです、ああ、うん、今ではねありますけど、そうですね、 CC レモンさんももうすごくよく出ますけど、この年は飲み物がちょっと多いイメージですかね、うん、そうなんですよ、うん、すごい多くて、うん、なんかちょっともしかしたら猛暑で、うん、まあ、猛暑の影響もあるのかなってちょっとなんとなく、なるほど、うん、思ったりもするんですけど、結構水物が多いですよね、各会社さんがそれに狙ってヒット商品を作ってきたということですね、ないですよ、はい、ということでですね、まあ、あとはこの年にね、ヒットした音楽とかもたくさんねミスターチルドレンさんのイノセントワールドとか、これは世代じゃないですか、我々、はい、もう大世代ですね、はい、大世代っていうのはおかしいですけど、うす、もう本当にど真ん中、ど真ん中です、ね、そうですね、はい、あとはね、音楽シングルトップ10の中で、うん、大黒摩季さんのあなただけ見つめてるという曲が8位に入ってるんですけれども、はい、まあ、スラムダンクという、うん、あの漫画ですか、アニメありましたね、はい、流れていまして、うん、すごい覚えてますね、すごく覚えてますね、これはね、うん、まあ、ね、音楽もすごくこう身近だというか、私たちの、そうですね、これ運動会で踊りましたね、大黒摩季さんの、あ、そうなんですか、見つめてるわ、おそらく先生も影響されてるんでしょうね、あなるほどもうそれくらいねやっぱ使われてましたね、そうですね、はい、あとはそうですね、まあ、ドラマもう結構たくさん本当にね、うん、語り継がれるような伝説のドラマがたくさんありまして、はい、まあ、NTBK ドラマの家なき子、はい、家なき子、私も結構見てましたけど、佐々木さん、本当ですか、はい、もう家なき子はねまだ小学校入ったばっかりくらいかなのイメージなんですけど、お姉ちゃんと一緒に、はい、そうなんですね、うん、見てました、いやもう私もう家なき子がもう本当に私の女優になりたいの原点だと思っておりまして、はい、はい、なのでもう大好きですか、大好きですどんなところがどんなところが、はい、まあ、ちょっと同世代の足立恵美さんがやっぱりこう猫役として主役とし、してね頑張ってるっていうところに衝撃を覚えました、はあ、この頃に、はい、年代なのにっていうところで、そこでじゃあ火がついてて、そうですね、すごいですね、こうやってね、まあ、子供ながらにドラマに影響されて夢が決まるっていうのはすごいいいですねはい、という、まあね、いろいろとこうドラマがあったり、うん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 、あとはまあいろんなねテレビ番組ありましたが、この時代もねすごく楽しい、いろんなこうね、なんだバラエティに飛んだというか、そうですね、いろんな作品があったんだなというふうに感じました、はい、ということで、はい、以上お菓子懐かし流行通信のコーナーでした、はい、改めましてこの番組ファントレタイム、担当は矢田部敦史と佐々木千明でお送りしております。続いてのコーナーはこんなところにサクセスの種。このコーナーは矢田部さんの会社ファントレ株式会社さんがコンサルティングを手掛けてこられたいろいろな成功例などについてリポートしていただくコーナーです、はい、今回はどういった業種の会社様のケースについてご紹介いただけるんでしょうか。はい、
今日はですね、はい、実はあの私の会社ファントレ株式会社で、経営をさせていただいている、はい、あの経営しているですね、美容室、はい、恵比寿の美容室のマホロバという、うん、店舗のマーケティングについて、はい、まあ、サクセスの種、成功事例をちょっとお話ししたいと思います。はい、お願いします。はい、これよくですね、はい、あのまあ、私たち、マーケティングの会社なんですけど、うん、まあ、よく美容院やりましたねって聞かれるんですね、うん、そうですよね。で、まあ、それはどういう意味かというと、はい、やっぱり美容院ってですね、まあ、とてもこう集客マーケティングが難しい業種だなと言われています、うん、はい、はい、なんでかっていうとですね、まあ、美容院はですね、恵比寿、はい、しかも恵比寿の場所は競合、まあ、競合ってあの、うん、競い合う方の、はい、まあ競合の方なんですけど、はい、まあ、つまりライバル店がものすごく多い業種なんですね、はい、はい、で例えばですね、私たちの美容室も、はい、実はその美容室がある目の前が美容室です、うん、で左斜め前も美容室です。あ、右後ろも美容室、はい、で100メートル圏内に大体7店舗あ、そんなにあるんですね、はい、他の美容師さんがいまして、まさにもうライバル店ひしめく中に、はい、1店舗あるんですけど、はい、まあ、そうなるとですね、なかなかこうやっぱりお客さんを自分の店舗だけに呼ぶっていうのは、まあ、難しかった、はい、だからこそですね、もう私たちも本当にいろんな手段をですね、やってみて失敗してはまたやってみて実験してはやってみてっていうのを繰り返してですね、はい、今だんだんとお客様がですね、うん、来るようになり、はい、で今は本当にもう満席で、まあ、予約が取れないぐらいの状況にまで、なることもあると、はい、おかげさまでなっております。はい、はい、で実はですね、ここでしてきたことが、はい、いくつかありまして、まあ、一つ目はですね、はい、ターゲットをですね明確にしたんですね、はい、でターゲットはやっぱりこの恵比寿の店舗に来れる方々、はい、で恵比寿の店舗に来れる方々の、まあ、あの近くに住んでる方で、うん、かつやっぱり美容意識が高い、まあ、20代後半から、40代ぐらいまでの女性に、はい、来てほしいと、そういった時にですね、いろいろ考えて、はい、まずはですね Google マップを強化したんですね。へー、はい、Google マップ、 Google マップっていうのはですね、はい、皆さんが例えば恵比寿に行った時に美容室を探したい、恵比寿美容室っていう Google で検索すると、はい、一番上に実は地図が出てくるんですね。あ、出てきますね、確かに、はい、で地図に、まあ、はい、美容室がですね上から載ってるんですけど、うん、この Google マップ要するに地図上で、はい、いかに上の方に表示されるかってすごい大事で、はい、結構ですね、まあ、恵比寿美容室で検索して地図を見て、うん、でそうするとこう Google マップの中に口コミが書いてあって、はいはい、口コミが、まあ、うん、なかなかいい口コミだなと思ったら、その場で電話ボタンがあるので電話を押してくれて、はい、でじゃ あ電話して予約が取れたら経路ボタンって言ってですね、うん、自分のいる場所からそのお店までどうやって行けばいいのかっていうのをです、ね、押して来てくれる。なるほど、はい、これをですねすごくこう力を入れて上位に表示させて分かりやすくしたところ、はい、やっぱり Google マップ来た人も多いと、うん、おー、はい、まあ、そういったね Google マップを使ったり、はい、まあ、女性が使っている Instagram を使ったり、はい、まあ、先ほど言った LINE アットなんかも駆使することによって、集客をですねうまくすることができたと、そういった事例になります。なるほど、もう本当にいろいろなこう消費者の方が来やすいように、はい、そして使いやすいように、ね、来やすいようにというところがすごくこう駆使されてるなというような感じがしまして、はい、そのもう常に今では満席だよっておっしゃってる矢田部さんのことが、もう矢田部さんがさっきねおっしゃってましたけど、すっごい分かりました。 はい、ありがとうございます。これはねやっぱり行きたくなっちゃうんですよ。そうですね、はい、こんな感じでですね、まあ、やっぱりいろんなマーケティングの手法がありますので、いろんな業種に合わせて、またご紹介していけたらなと思います。よろしくお願いします、はい、皆さんいかがだったでしょうか。以上、こんなところにサクセスの種のコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングのお時間が迫ってまいりました。このファントレタイム、毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からお送りしておりますので、ぜひ皆さん次回放送もお聞きいただきますようお願いいたします。
矢田部さん、今回いかがでしたか？はい、今回もすごい楽しくてですね、ついつい力が入ってしまったかなと思います。はい、とってもね楽しい時間となりました。ありがとうございます。ございます。それではファントレタイム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部敦史と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。